またファミリーです。今日は前回評判が良かったワークマンプラスでアウトドアではなくワークマンプラスで釣りです。その中で釣りに特にいいなと思った商品を紹介させていただきます。まず一つ目はアイスアーマーという商品を紹介します。いわゆる夏の腕カバーになります。こちらが腕カバーになります。はい、今日は釣りでまた渓流の方に釣りに行ったんですけど、まだちょっと寒かったですね。すごく気温は多分4度ぐらいしかなかったんじゃないかなと思います。だけどワークマンプラスさんではもう夏の商品を売ってました。冷たく、ちょっとほんのりこれ触ると冷たいんですけど、夏場の釣りはすごく暑いんですけど、そういった時にヒヤーっとして冷たいから気持ちがいいかなと思いますね。で、また吸汗速乾って言って汗をすぐ吸って乾くっていう効果もあります。で、お値段はやっぱり499円っていうすごく安い、まあ本当に機能があってこの値段で買えるっていうのはいいですね。伸縮性も結構ストレッチが強力に入ってるんで、男の人でも女の人でも大きい人でも小さい人でもみんな対応できるっていうフリーサイズになってます。まあ女の人でこんな感じなんで、男性だともうちょっとパチッとしっかりするような気がします。ってことでこんなものを買ってみました。また春夏に向けた新しい新商品となってます。クライミング長袖ハーフジップを紹介します。こちらの方は夏の暑さにバッチリだと思ったのが、この手首の裾の部分から、あ、手首の部分ですね、とこからずっとこの裾のとこまでこういったメッシュ素材になってます。まあ、スケスケに見えるわけじゃないですけど、あと生地ももちろん軽いっていうことと、とこちらの方も夏の暑さにいいように通気性がまた良くて、またこれにプラスポケットですね。ワークマンさんのこちらのポケット、わかります？こちらの方ね、携帯とかもしっかり入るぐらい大きなポケットがちゃんとついてるんで、多分これも重宝するかなと思います、釣りで。で、また、まあ、このさっき紹介した腕アームとか、まあ、そういったものがなくて、まあ、忘れちゃったとか、まあ、これ1枚で着たいシーズンでも腕は焼けるんで、これはもう最初から長袖になってますから腕が絶対焼けることもないし、でまず涼しいからこのままバンって着ちゃってカヤックやったりとか釣りに行ったりとか、あと首元までしっかりこうやってね、ジップでこう開け閉めできるから、首の方もちょこっとね、こうなんていうかな、襟がちゃんと立ってて日焼けも防止してくれますね、っていう商品になります。これね、いいところは UV カット、まずあと軽さですね、さっき言った軽さ、速乾性もある、すぐ乾きます。まあやっぱりちょっとね、汗ベタベタってついたまま釣り、汗ついたまま釣りするのって結構辛いんで、やっぱ汗を吸ってくれるっていうのも釣りの中で大事なことかなと思います。で、ちなみに私がこの気づいただけでも5つの機能性があるってことは、これもワークマンさんプラス、安い割にはちゃんと機能もプラス、5つもプラス。それでお値段は1500円、安いですね。これなんかもう春夏に向けて買い、みんな買うかなと思う商品だと思うんですけど、まあ言ったらまた
またなんですけど、この間のキャンプの焚き火パーカー買ったんですけどね、あれまた売り切れみたいな感じだったんですけど、今回もこれ男女兼用で、まあ私160センチぐらいの身長なんですけど、 S サイズが一番私にはちょうどいいんですけど、本当に S サイズ一つしかなかったんです。うん、本当言うとカラーバリエーションも6種類ありまして、カーキとかマスタードとかああいった色もありますけど、もう選ぶ権利もなかったですね、はっきり言って。まあ海をイメージして、まあ、釣りも好きだから、まあ、今回ブルーでもいいかなと思ってブルーを買いました。まあだからサイズ展開によっては L とかの人だったらマスタードとかカーキとかキャンプで使えるようなアウターにもいいようなカラーもあるんで、本当言うと私はカーキとかマスタードもやっぱ欲しかったんですけど、もう選ぶ権利なしの一点買いの青でした。うん、でもまあね、これもね多分なくなっちゃうんで買っときました今回も。まあ皆さんも見つけたら買うといいです。迷っちゃった場合はカイネックスかね、やっぱり。まあ、そういったことです。あと次ですね、もう一点あるんですけど、夏に使えるかなと思って買ったんですけど、プリント切り替えレギンスを紹介します。こちらの方は女性専用のレギンスとなってます。釣りとかねキャンプとかあるんですけど、ああいう時に夏場のファッションってどんな格好してるかなって、アウトドアやったことない人あんまりちょっと分かんないかもしれないんですけど、ほぼ女性の方はみんなレギンスにショートパンツっていう格好がすごく多いです。これはねやっぱりなんでかなと思うと、まあ、自分の経験上そうなんですけど、やっぱ動きやすい、うん、これに尽きるかなと思います。だけどねやっぱり足をそのまま出して歩くのはちょっとなかなかまた、うん、やっぱ足を保護した方がいいですよね。やっぱり釣り場行っていろんなとこを登ったりとかした時にやっぱ足切っちゃったりとか、また虫に刺されたりとかね、そういったこともありますし、キャンプ場でもそうですけど、それに一番問題なのは日焼けですよね。カヤックなんかやって足そのまんま出してカヤック越えると完全に焼けます。で次どうなるかって言ったら真っ赤になっちゃって、えこんなに焼けとったのかなみたいな感じになって、次の日からもう辛くてしょうがないですね。もう水ぶくれみたいな感じになっちゃうんで、皆さんやっぱりカヤックとかキャンプやる方は短パン履く人、ぜひレギンスの方をおすすめしますね。うん、あと一番いいなと思うのはやっぱりカヤックなんか、まあカヤックじゃないですね、釣りなんかになりますと、長時間立ってることが非常に多いです。まあ半日は立ってますよね。今日でも渓流行きましたけど半日立って釣りやってました。やっぱり半日ずっと立ちっぱなしとか、普段ねやっぱりお仕事で座り仕事であったりする人には辛かったりしますよね。そういった時なんで軽減されるかなと思うと、やっぱりレギンスのちょっと締め感があるとちょこっとやっぱりね疲れっていうのが減る気がしますね。ファッション性の高いレギンスだと多分締め付けがないもんですから、まあ足を保護するっていうところではいいと思いますけど、やっぱりそこの保護するだけじゃなくて締め付けっていうのもアウトドアではちょっと大事になる部分になるんで、この新しく買ったレギンスがどれぐらい締め付けがあるかなと思って、自分もちょっとさっき履いてみたんですけど結構ありましたね。うん、でだからこれはちょっと使えるかなと思ったね。うん、でしてこれもまあちょっとファッションのことであれなんですけど、こういったねちょっとしたねこういった
柄も入ってて、まあ全部真っ黒だと寂しいんで、こういうとこもちょっと女性に受けるんかなと思いますね。これも全部入ってるとやっぱりガラガラのやつになっちゃって、ちょっといろんなファッションあると思うんですけど合わせにくいですよね。ここのワンポイントだけ入ってるのはすごい使いやすいと思います。でまず機能のことを言いますけど、まあ機能的には締め付けがあったし、もちろん UV カット、これもついてます。でまあ値段はもちろん980円、もうアークマンプラスさんだから980円だと思います。他のブランドさんであのレギンスを買おうかなと思うとやっぱり安くて3000円ぐらいですよね。それもちょっと機能が入ってるものだとそれぐらい、すごく入ってるもので、本当に本格的な山仕様とかになってきますと1万円ぐらい見とかないといけないですね。だから夏場だとほとんど汗かいたりするから、本当しょっちゅう短パンにレギンスになるとしょっちゅうこれ洗いますから、やっぱりボロボロになってきて伸びちゃったりしますよね。そういった時に、まあ、980円ぐらいだったら、まあちょっと何回かっていうのか、ワンシーズン使ったらまあ他買っちゃおうかなとか思いますけど、やっぱ3000円とかでもね、それこそほらもうやっぱり値段高いんで、いくつもやっぱりね持てないですから、ほんとボロボロになるほど自分も使ってて、そういうふうにしか使えないから、この値段でこの機能がある980円だと、ちょっとこの色だけじゃなくって真っ黒でもいいんですけど、またプラスして買いたいなと思いました。まあちょっとね破っちゃっても気軽に使えるからいいかなと思います。ここに今日買ってきたこの、ね、レギンスと、あと腕カバーと、もう一つこの上の長袖シャツ、これを使ってファッションショーをしてきたと思います。ワークマンプラスで釣りはいかがでしたか？最近カッパとか釣り場でよくワークマンさんのやつ見かけますね。まあ皆さんきっとね満足してカッパなんか着て見えると思うんですけど、まあ共有で使えるようなものをね2点ほど紹介しましたけど、まあアームアーマーなんかも家の人たちがやっぱり欲しいって言ってますけど、まあ、499円でアーマーアーマー買えるんですけど、まあこんな値段で買えるんだったら、まあ欲しいって言ってる家族には、まあ、一人一つずつ買ってもいいかなって思いますね。うん、やっぱりね家族分買おうと思うといろんなもんやっぱり高いですよね。やっぱりその人数分だけど、うちみんな釣りやるんで、やっぱりそれぐらい持ってないと家族全員で使えないんですから、うん、まあ、それが気楽に買えるっていうのはね最近すごくいいなと思いました。また男女兼用で使える、これもいいですよね。このシャツにしたってね、家族でちょっと色違いで持ってみたりとか、それがちょっとできるっていうのはいいかなと思います。また仲間同士でね、お友達同士で持ってもらって一緒に釣りに行ったりとか、お揃いでキャンプのファッションを楽しむ、これもねアウトドアでいろいろと楽しく過ごすにはいいかなと思います。あ、ワークマンさんプラスだとやっぱり釣り場でかぶっちゃったりとかキャンプでかぶったりするんで、
まあ、私が提案したいなと思うのはワークマンプラスさんで全部コーディネートするんじゃなくて、ワークマンプラスさんと、まあ、別の自分の好きなブランドさんを一緒に取り入れてアウトドアとか釣りファッションを作っていけるといいなと思います。次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバーイ。